自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で、安倍派ではキックバックが20年以上前から継続して行われていたことが分かりました。安倍派と二階派では、パーティー券の販売ノルマを超えた収入が所属議員側にキックバックされ、派閥の収支報告書に記載されていない疑いがあります。その後の取材で、安倍派ではキックバックが 20年以上前から継続して行われていたことが分かりました。議員の秘書らを通じてキックバックの運用手法が伝わり、慣例になっていった可能性があります。東京地検特捜部から任意で事情を聞かれた安倍派の幹部5人は、キックバックについて記載されていないことは知らなかったなどと関与を否定しているということです。特捜部は詳しい経緯などを調べているとみられます。